広島県第3区は、かつて存在した、衆議院の選挙区。1947年の第23回衆議院議員、総選挙から設置された。廃止まで定数は5。現在は、広島県第6区と広島県第7区に分かれている。また、民社党が、決闘時から、回答時まで議席を維持し続けた、唯一の衆議院選挙区である。自治体の名称は、 第40回衆議院議員総選挙時点のものである。1950年公職選挙法施行当時の区域は以下のようである。第40回衆議院議員総選挙7月18日執行。当日有権者数68万228人。投票率73.66%第39回衆議院議員総選挙2月18日執行。 当日有権者数、66万3121人、投票率 79.、79.50%第38回衆議院議員、総選挙7月6日、執行当日有権者数、65万4009人、投票率 79.、79.85%第37回衆議院議員、総選挙12月18日執行当日、有権者数、 64万8214人、投票率 77.、77.82%第36回衆議院議員、総選挙6月22日執行当日有権者数、63が万4913人、投票率 81.、81.20%。第35回衆議院議員総選挙10月7日、執行当日有権者数。 63万3492人、投票率 81.、81.12%第34回衆議院議員。総選挙12月5日、執行当日有権者数、62万8010人、投票率 83.、83.24%第33回衆議院議員。総選挙12月10日執行当日有権者数、60万1449人、投票率、 81.90%第32回衆議院議員、総選挙12月27日執行当日、有権者数、578,878人、投票率 80.、80.06%第31回衆議院議員、総選挙1月29日執行当日有権者数、523。533人投票率、 84.12%第30回衆議院議員総選挙11月21日執行当日有権者数50万8780人投票率80.03%第29回衆議院議員総選挙11月20日執行当日有権者数49万8838人投票率 80.18%第28回衆議院議員総選挙5月22日執行当日有権者数49万2961人投票率81.35%第27回衆議院議員総選挙2月27日執行当日有権者数47万7072人投票率 79.90%第26回衆議院議員総選挙4月19日、執行。当日有権者数、46万1743人、投票率 80.、80.06%第25回衆議院議員、総選挙10月1日執行。当日有権者数、46万8496人、投票率、 81.73%第24回衆議院議員。総選挙1月23日執行当日。有権者数。43万7077人。投票率 75.。75.14%第23回衆議院。議員補欠選挙4月4日。執行当日有権者数。人投票率。 59.72%第23回衆議院議員総選挙4月25日執行、当日有権者数44万2238人、投票率69.69% 69。ありがとうございます。